会場の皆さん、こんにちは。私たちは有頂天と申しまして仙台市内で活動しております。なんでこの大柄の桜祭りにいるのって多分疑問に思う方がいらっしゃるかと思いますけれども、実は私たち有頂天のよさこいはオリジナル曲っていうのがありまして、それの曲が実はこの大河原の一目千本桜を題材にした曲で作り上げました。そんな有頂天の曲を聴いていただきたい前に、聴いていただく前に、有頂天のジュニアチームアクルと言いますけれども、出来たてほやほやの未熟者ではありますけれども精一杯踊りますので、温かい目でお手拍子いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではアクルさん、よろしくお願いします。